こんにちは、レスリー。こんにちは、みんなさん。こんにちは。この重要なイベント、普遍的な対話の場に皆さんとご一緒できることを嬉しく思います。今日はたくさんの人が参加してくれてよかったです。気候変動は非常に深刻で、地球規模の深刻な問題です。大変動のシンクロニシティ。 その激化連鎖的な影響は世界中で観察することができますだからこそ私たちボランティアが実施している国際オンライン会議はこのような困難な時期にある人類にとって非常に重要なものなのです話題性のある問題を何度も提起してくれます気候変動コミュニケーションの重要性をご理解いただいている皆様に感謝いたします クリエイティブな社会を構築するために行動する勇気のある人です。ビルディング、ソサイティ構築の第一段階を実現するために、エネルギー、時間、資源を費やす皆さん、情報提供する皆さん、誠実さ、献身、社会的責任のおかげで、皆さん一人一人が尊敬に値すクリエイティブな社会の例を示しています。 人々が沈黙し、共通の未来の名の下に一緒に行動することはできないのです。あなたは全世界に普遍的な人間の価値観に関する人々の統一を示します。これは、すべての人類に対する消すことのできない優しさと思いやりの例です。結局のところ、世界には見知らぬ人はいません。世界では誰もが私たち自身です。 クリエイティブな社会の最初の基礎であるように、人間の生命以上に価値のあるものはない。ありえない。一人の人間が価値あるものであれば、すべての人間が価値あるものです。ここにいる人たちがこのことを認識し、現代の課題や消費者主義のフォーマットが必然的にもたらした危機に対応するために、行動することは良いことです。変化の第一歩は、正直に話すことから始まります。 このような差し迫った重要なテーマを会議から会議へと率直に提起していることに敬意を表したいと思います。人類は真実を知らなければならない。真実は社会を回復するための基盤です。やはり真実を知ればみんなで協力して大きな変化を起こすことができます。 確かに真実の時が来ました沈黙を破り声を上げる人が増えています恐れずにオープンにして世界に向けて真実を語るこれは皆さん一人一人のおかげです 確かに、世界の状況は厳しく、気候変動の脅威は増大しており、人類にはさらなる困難が待ち受けています。しかし、これは諦める理由にはなりません。これは人類を救うための共通の努力をさらに強化する理由に過ぎない。 そして、人々に警告を発しているあなたの仕事は信じられないほど重要です。クリエイティブな社会とは、すべての人々、すべての人類のプロジェクトです。世界はそれを学ばなければならない。このような崇高な目的を持って、あなたは前進します。なぜなら、あなたは力、 巨大な可能性、そして人類が団結したときに受ける可能性を知っているからです。そのような団結した人類だけが生き残ることができる。今日すでに共通の未来に責任を持っている人はみんな真の英雄であり、自分と家族、友人だけでなく、全世界を救う人です。 逆境に立ち向かい、紆余曲折、社会の消費者フォーマットの問題や意見の相違にもかかわらず、共に行動してくれたことに感謝します。 皆さん一人一人の行動によってポジティブな変化がすでに起きているのです。今、あなたが未来を変えているのです。そして、一緒に成功するのです。 私たちはあなたを信じています。いてくれてありがとう。